1曲目の方は、もう多分ゲームをやってる方は、きっと聞いたことのある曲だと思うので、私もすごく馴染みのある曲だなと思いましたし、ゲーム中に花歌を歌うという、まあ、歌姫の時なんですけど、花歌を歌うシーンがあったので、メロディーは結構すぐ入ってきて、覚えやすかったなっていうのはあるんですけれども、2曲目の方は、なんせR&B な曲で、パインがもともと曲を歌うということに関してもどんな風に歌うのか自分の中でも想像できなかったんですけど、でもすごくかっこいいという点ではパインとは共通点があるかなと思ったので、2曲ともすごく、いい曲だなと思いました。そうですね、本当にユーナとかリュックに比べてテンションが低いと言ったらなんかちょっとマイナスイメージになっちゃうかもしれないんですけど、とにかく歌うようなキャラではないので、その歌姫の鼻歌を取った時もちょっとどうしようかなって考えたのですが、どういう風に歌うかなんて結局みんなわかんないし、私がパインのイメージで歌えばきっとパインになるだろうと信じて、なんか雰囲気を崩さないようにっていうことだけは気をつけました。そうだ、テンは本当にストーリーを追っていく感じだったような私は気がしたんですけれども、テン2に関してはすごく自由度が高くて、前半は特にいろんなところに行っていろんな場所でいろんな変化を楽しむっていうのが、テン2のいいところなんじゃないかなと
思います。あとはやっぱその天から引き継いで出てきているキャラクターたちの、その後を楽しんでいただけたらなって思います。そうですね、やっぱ私のやってるパインの過去のシーンとかが、まあパインは結構ちょっと暗めの落ち着いて喋るトーンなんですけれども、まだそんなに過去に何かを背負ってるものがないみたいな、もうちょっと気が楽に喋れたかなっていうので、赤城隊のシーンは結構気に入ってます。パインという役は、オーディションでいただいた役だったんですけど、私の系統、今までやってきたキャラの系統だとリュックっていうのが一番多いパターンだったんです。まあユーナみたいな役もやったことはあったんですけど、今まで一番回ってこなかったパインっていう役を、まあオーディション受けたからなんですけれども初めていただいて、でとにかくやったことがない役だったので、どうしたらいいのか、でまあオーディションでやった時も、とにかく低い声を、とにかく低い声でやってたので、低い声をイメージしてやろうとやってたんですが、まあ、今から考えて落ち着いて考えてみると、自分の中でパイン像ができてたんで、パインで喋ろうと思ってればきっと自然に低い声で喋ろうっていう気持ちになってはいたとは思うんですけどね。でもやっぱ最初に気をつけていたのは、とにかく低い声でクールに喋ろうということでした。普通に喋るキャラじゃないハイペロが私、まあ、パインという役やっててクールじゃないですか。でハイペロともちろん掛け合うシーンもあったんですけれども、私もう個人的にハイペロの喋り方が大好き で、まあ、大好きなだけならいいんですけど、笑っちゃうんですよねハイペロの声聞くと。で一番笑っちゃいけないキャラだし、笑って喋っちゃいけないキャラなのに、ハイペロの後にセリフが来てるとつい笑ってしまうというのがあって、何回もそれでちょっとすいません止めてもらってとかっていうのが何度かありましたそうですね、3人すごく仲が良くて、結構プライベートでも遊びに行ったりご飯食べに行ったりするんですけど、私たち個人的にも「ねえねえユーナ」とか「ねえねえリュック」とか「ねえねえパイン」とかってキャラ名で呼んでるんですね。なのでもしかしたらもうみんな想像してる通りなんじゃないかなって私は思うんですけど、ユーナは本当にユーナみたいな感じだし、まあ、リュックはもう見ての通りリュックみたいな感じなので、多分みんなが想像してる通りだと思うんですけどね。ただもうすごい拍車がかかってるとは思いますね。リュックなんか特に本当に天通でいろいろインタビュー受けてきましたけれども、これ生放送とかだったらピーとか入れられないし、多分ダメでしょリュックっていうこととかもうバンバン言っちゃうので、誰かがストップさせないとかなりネタバレトークをしてしまう爆弾娘ですし、ユーナはそうですね、ユーナみたいなおとなしいところだけじゃなくて、彼女はすごい笑いのセンスも素晴らしいですね。なんか変ですねユーナ。お互いね、多分私も含めてそうなのかもしれないんですけど、みんな変なんですよ。多分変の向いてる方向が違うと思うんですけど、いやもしかしたら私が一番普通かもしれないなって言うと多分怒られると思うんですけど、でも2人とも楽しい人たちです。一応声優なもので、いろいろなアニメーションですとかは、何個かやらせていただいております。あとはそうですね、ラジオとかもやらせていただいてますし、声優なのに顔も出すのかいってな感じですが、テレビの方もちょこちょこやらせていただいております。天通をやってる時に、モーションキャプチャー見に行ったんですね。見に行かせてもらって、私舞台の経験がないもので、舞台はもうずっとやりたいなと思っていたんですけれども、モーションキャプチャーっていうのは大変そうだなと思いますけれども、ちょっとやってみたいジャンルの一つですね。お休みの日はそうですね、私本当に寝るのが大好きなんで、寝られるだけ寝てますね。あと犬を飼っているので、犬の散歩をしたりしています。最近筋トレにハマってるんですよ。ですね、こうゴムのやつでこうやっ
ってやるやつなんですけど、すんごいハマってて、今これ分かります？筋肉分かんなくて、しかもそんな大したことないかもしれないですけど、筋肉、腕の、しかも腕だけなんですけど、腕の筋肉つけるのにねハマってるんですよ。それこそモーションキャプチャーとかやるのに、えいとかやったりするのにね、できないといけませんからね。というのも、まあ、そこまで深くは考えてないですけど、最近筋トレにハマってます。買い物がすごく好きなので、やっぱり新宿とか、渋谷とか原宿あたりはよく行きますね。あと制覇してみたいのは代官山と、あとは六本木ですね。ちょっとマスターになりたいんですけどね、ちょっとまだ自分が子供すぎて土地に合わないかなと思いながら、その2つはこれから攻略してみたい場所ですね。はい、ファイナルファンタジー10-2でパインを演じました豊口めぐみです。CD の方はもうお聞きになりましたよね。いかがでしたかね。私もパインで歌うというのはちょっとどうしようか迷ったんですが、私なりに精一杯歌ったつもりです。10-2の方もゲームの方を楽しんでいただけたでしょうか。私もですね、実際プレイはしているんですけれども、そうですね、やっぱり10に比べて明るさがだいぶ増したので、男の子だけじゃなくて女の子とかもドレスアップとか、すごくやりやすくなったのではないかと思っています。クリアした後も2週目も3週目も、楽しんでやっていけいただけたらなと思います。ゲームを持ち歩くわけにはいきませんので、サントラとか、ユリパの CD とかを持ち歩いて、いつでもどこでもあなたのおそばにファイナルファンタジー10-2って感じで、これからもファイナルファンタジー10-2応援よろしくお願いします。パイン役の豊口めぐみでした。